はい、どうも、こんにちは。中小企業診断士、独学合格への道開催中のあれです。今日もですね、他の人に差をつける、小話ということでですね、今回は違和感を養いということで、一次試験のですね、問題の特徴を何だと思いますか？私はですね、こう分析しています。五択の中で最も違和感のないものを選ぶテストだと思ってます。選択肢なんですよね。二次試験と違って、あの選択の中から、回答を導くってことで、正解が必ずあるってことなんですよ。これが非常に良くて、で、どこで競われるかっていうと、その選択肢の中で違和感を排除できるかってことなんですよね。どちらかというと。もう、例えば五択があって、もう絶対にこれだって言い切れる選択肢ってあんまりないんですよ。大体引っ掛けみたいなのが出てきてるんで、これかな、A かな、B かな、C かなみたいな感じで、例えば3択までは絞れるけど、その後が分かんないとか。一番多いのは、B かな、D かなって感じで、2択まではいけると。ただ、その2択のうちどっちかが分かんないっていうケースが多い。で、ここで勝てるかどうかなんですよ。うん、多分そこなんですよ。一次試験の最も重要な、不合格と合格を分けるファクターっていうのはそこだと思ってます。違和感で導けるか、その正しい方向に。2分の1に勝てるかっていうことなんですよね。うん。2分の1までいける。ただその先で負けちゃうっていう。2分の1を7割ぐらいに変えれるかっていう感じです。で、この違和感を養うっていうのはどういうふうにやるのかと。しかもどういうことなんだっていうふうに思ってるかもしれないんですけど、ですね。B かな D かなで、なんとなく D はこの辺がちょっとおかしいんじゃない？で、B は、どこにも見当たらないと。違和感が。だから B にする。そうすると B が合ってるってこと結構あったんですよ、私の中で。で、それは、周辺知識をどれだけ、蓄えておくことができたかと。一次試験って、問題集とかいろいろ、まあ皆さんやってると思うんですけど、初見の問題が全部じゃないですか。当たり前なんですけど。同じような問題が出るってほとんどない。って思うんですね。全く同じ文言で全く同じ選択肢ってないと思うんですよ。そういう意味ではもう全部が初見の問題。初見の問題で重要なのは、そのアドリブ力なんですよ。なぜなら初見だから。やったことないことをやるわけですね。下地は積み上げることができても、一次試験は常にやったことがないこと。過去問と同じことが出るってことはないので、だからアドリブ力になってくるんですよ、最終的に。そのアドリブっていうのは何かというと、違和感をキャッチできるか、っていうところです。で、周辺知識をそのために蓄えておけるか。周辺知識があると、なんかおかしくないっていうのが出てくるんですよ。その選択肢の中に。ちゃうでしょみたいな。そこなんですよね。だからスピード問題集とかでも、間違った選択肢がなぜ間違ったと言えるのか。その不適切な問題を選べ、あるいは適切な問題を選べとあったときに、その不適切とされている、その文言はどこが間違っているのかっていうのを解説できるようにしておくということで、それを繰り返していくうちに、その違和感っていうのはなんとなく養われて、二分の一の勝負に勝てるようになってくる。こういうことなんですよ。だからあんまりね、正解だけを見るっていうのもやめた方がいいし、ちょっとでも分かんない単語があるんだったら、ウィキペディアとかいろいろ今便利なんで調べてですね、なんとなく感覚を持っとく、自分の中に。それをやっておくことが、積み重ねていくと、その違和感キャッチ能力に変わっていきますんで、一次試験の、合否って多分ここなんですよ。完璧に合格する人は本当に少数だと思ってます。つまり、A から D のね、選択肢があって、もうどの問題も、これは A、これは C、これは D って、パッパッパと、一発目から分かる人って、本当にレアだと思います。本当にみんな B と C とかで悩んで、B っぽいなぁ、C は違和感ないなぁっていう感じで、そういう絶妙なところをね、キャッチして選んで、で、結果見ると正解だったっていう。私は本当そういうことが多かったです。どっちか悩むんですよ、2分の1まで。そこまでいけるんです。明らかに、例えば A と B は、これはもう確実に違うと言える。ただ C と D で迷うと。で、どっちなんだみたいな。うんで、ね、試験時間限られてますから、ずっとね、熟考してるわけにもいかず、どっちやどっちや。ただ C は、違和感ないけど、D はなんかここは変な感じするんやな、みたいな。それで D を選ぶと、見事 C が合ってるって、こういうことが多いんでね。なので、その違和感をキャッチできる力を養うために周辺知識を、蓄えておいてください。その
問題通りだけでは立ち向かえない試験です。アドリブ力です、最終的に。だから、その、どんな角度から来ても、ある程度の違和感をキャッチできるように、整えておく。これが一次試験の攻略法です。はい。今日の、他の人に差をつける小話は以上となります。いいと思った方は、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。